牛肉。牛肉は牛の肉である。ビーフとも言う。食用に処理された牛の肉を言う。肉牛品種、黒毛和牛などの肉が多いが、配乳牛や巨生し肥育した父牛の肉も売られている。牛は、ほぼすべての部位の肉を食べることが可能とされている。ただし近年では、健康な牛の場合は、問題がないものの、一部に BSE 問題に鑑みて、 食用としがたい危険部位が存在する。加熱して食すほか、ステーキでは熱でタンパク質が変質しきらない状態で食べるレアやミディアムなどの焼き加減があり、刺身として生食する場合もある。ただし、牛は人間を収縮種とする寄生虫の一種である、無効う上虫の中間宿主であり、幼虫、無効農虫は主に牛の筋肉に寄生している。そのため牛肉を 生や、それに近い状態で食べることは、寄生虫感染のリスクを伴う。一般的に、摂氏60度以上に加熱、または低、く、摂氏10度以下で10日以上冷凍した肉は安全とされる。また、日本では、生レバーも食用にされるが、健康な牛においても、約10%程度がカンピロバクターを補給している。 ことが厚生労働省の研究班から報告されており、食中毒のリスクを伴う。西洋料理のタルタルステーキやカルパッチョなど、一部の食文化では牛肉の生食に薬味を添える習慣もある。この薬味によって寄生虫や食中毒のリスクを軽減させていると言われるが、科学的な根拠ない。強いて言えば、薄く切る また叩くことで寄生虫のリスクを減らすことができる可能性がある。牛肉は他の食用肉と比べ冷凍保存に向き、冷凍庫で凍結させることで、家庭用冷蔵庫2ドアなら半年、業務用冷凍庫なら1年は保つとされている。これは一般に、鶏肉や豚肉を得る上での肥育期間が牛肉を得る上での肥育期間に比べて短いため、それらの肉は、 筋繊維の構造が急激な皮膚で牛肉に比べてほぐれやすくなっている点に関連付けられてる。なおヒンドゥー教では牛が神聖な動物であるとされ牛肉の食用を禁じている。そのため大抵のヒンドゥー教徒は牛を農耕と牛乳生産へ利用こそすれ食用として皮膚されていない。日本では645年、大化元年に牛馬を生贄にした、例。 日本初期、皇玉天皇元年などもある。また六百七十五年、天武天皇五年四月十七日のいわゆる、肉食禁止令、日本初期で、四月一日から九月三十日までの間、治魚の保護とご畜、牛、馬、犬、日本猿には鳥の肉食を禁止されていた。戦国時代には、キリスト教、イエズス会の宣教師、キリシタン大名をはじめ松永帝特徴、 戦、1652年によると京都などでも広く和歌として牛が食べられていた。豊臣秀吉は小田原征伐の時、高山うこん、茂宇治里、細川忠興と共に牛を食べている。江戸時代の1690年、元六三年大見彦根藩は牛肉味噌漬けを薬食いとして作り売っていた。健康増進や病人の養生のために食用されていたが、 食用家畜として飼育されている牛は皆無だったことから極めて高価な薬であったらしい。ただし、廃用農耕牛は肉質は硬いが毒があるわけではなく実際にはこれが食用に回されていた。彦根藩主家は毎年徳川将軍家、江戸と徳川御三や名古屋、和歌山、水戸に牛肉味噌漬けなどを献上していた。また、同時代には 牛肉の栄養に着目、寒い時期に缶肉を生産していた。江戸ではも文字屋などで食べるようになった。幕末期、桑名半々氏が記した桑名日記には、孫に牛肉を買ってきて食べさせたという記述があり、せがまれた末に4日間も食べさせたと記されており、当時から美味として知られていた。本格的に牛肉が食べられ始めたのは、明治の文明開化以降であり、 牛鍋やすき焼きが流行した。また、1872年、明治5年1月24日、明治天皇が牛肉を食べたと言われているが、皇族用の五料牧場では、肉牛は使用管理されていない、2011年現在。この日本での牛肉事情であるが、国産牛肉が一頭ずつ、大切に飼育する飼育方法が長らく取られていたため、 従来は豚肉よりも高価な肉とされていた。しかし1991年、平成3年4月からの牛肉の輸入自由化によって、日本国外から安価な牛肉が入ってくるようになったため、家庭の食卓に頻繁に上るようにもなっている。日本各地の豚肉消費量は一定であるが、関西地方は牛肉の一世帯あたりの購入額が多く、その分豚肉が少ない。なお、 関西では、肉といえば、牛肉のことを指す。ちなみに、日本の市町村で牛肉の消費量が最も多いのは、和歌山市である。フランスをはじめ欧米では、生牛肉、ブッフ、ブッフ、生きた牛と死んだ牛の肉療法を指すと、小牛肉、棒、棒は異なる流通ルートであり、料理への利用も区別されるのが、一般的である。 小牛肉は掃除手どの部位も赤みが少なく柔らかいのが特徴である。普通のブッフから来る英語のビーフが生きた牛でなく死んだ牛の肉を刺すのはノルマイコンクエスト後にイングランドを支配したフランス人上流階級。上流階級なのでイングランド生きた牛に触れることはまずないが牛肉をビーフと称し、それを見たイングランド人が牛の死肉を ビーフと呼び始めたことに由来する。ちなみに豚肉をポークと称するのも同様の理由からである。逆に鶏肉はチキンと呼ばれ生体と食肉で同語であるが、これは非支配社会級でも鶏肉を食することができたからである。美味しい部位とされるサーロインの語源は腰肉の上部を意味する古いフランス語である。釈意を意味するサーの称号を イギリス国王がそのあまりの美味しさのために得たからという俗説が知られるが間違いである。和牛とは品種を指す言葉であり、国産牛とは国内における使用期間が外国における使用期間2カ国以上の外国において使用された場合にはそれぞれの国における使用期間よりも長い牛を国で土地区して生産されたものを指す。以前は 日本国内で3ヶ月以上飼育された牛を刺した。そのため外国産和牛、和牛が世界各地で生産、販売されている。ただし、食肉流通業界の自主規制と農林水産省の指導により、日本国内では現在外国産牛を和牛と表示して流通させることは事実上不可能になっている。2004年12月から、 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、牛肉トレーサビリティ法の施行により、日本産牛肉については、牛の出生から土地区上で処理されて牛肉に加工され、小売店頭に並ぶ一連の履歴を10桁の個体識別番号で管理し、取引のデータを記録することになった。このため、スーパーマーケットや精肉店などの小売店で販売されたり、 焼肉、レストラン、しゃぶしゃぶ店などで使われたりする日本産牛肉には、小間切り肉やひき肉など一部の例外を除き、10桁の個体識別番号の表示が義務付けられた。なお、販売店や商品によっては、仕入れなどの取引の関係から、複数の牛、最大50頭を一つにまとめたロット番号で表示している場合もあり、この場合には、一度、 販売店などに問い合わせるか、販売店などが開設するウェブサイトへアクセスするなどして、ロット番号から個体識別番号を聞いたり、探し出したりする手順が加わる。実際に販売されている牛肉の履歴データを確認するためには、インターネットを通じて、独立行政法人家畜改良センターのウェブサイトへアクセスするか、または携帯電話用のウェブサイトへアクセスし、 この10桁の個体識別番号を入力して、自宅だけでなく、携帯電話の電波が、店内に届いていれば、売り場などでも携帯電話で確認することが可能ある。また、店舗によっては、パソコンを備え付けたり、上記の家畜改良センターのウェブサイトにアクセスして得た、内容を掲示するなどの工夫をしている。なお、10桁の個体識別番号を入力して、表示される情報は、 以下の通り、このほか、個人情報の公表に関して同意が得られた管理者については、管理者の氏名、または名称及び住所が表示される。牛肉は、動物性タンパク質、鉄、ビタミン B 群などに富む。その代表的なものを列挙する。牛肉のブランドは、産地、地理的表示、血統、品種、枝肉の格付け、飼育法などにより、 ある一定の基準を満たしたものにつけられているのが一般的である。ブランドの地理的表示には同じ地域で肥育されたとしても、ある生産者組合に加入しているものが肥育した場合のみ表示が許されるのが一般的である。日本では各都道府県ごとに名称が整理、統一されている場合もあるが、都道府県内の地域ごとにブランド名が異なることが多い。また、 地域ごとではなく農協系と非農協系との間でブランド名が異なっている。長野県の例や栃木県に見られるように小売や飲食店段階の民間流通業者が生産地域とは関係なく命名している例もある。日本食肉格付け協会による格付けでは、ぶどまり等級が、A、AC、A が最も良い、肉質等級が5から1、数字が大きいほど良いとなっており、 A-5 が最も良い。ブランド牛肉は、同協会の格付けを定義に加え、ある一定の規格以上の枝肉に故障を認めるのが一般的であるが、神戸ビーフのように、同協会の格付け項目の一部を用いているもの、大見牛や松阪牛などのように、全く格付けを利用していないもの、あるいは、熊野牛のように、同協会の格付けを用いても用いなくてもいいものも、ある。 一般に、格付けの低いものまで含めた方が、流通量を確保でき、ブランドの知名度を上げることが容易ではあるが、ブランドの信頼は落ちる。その場合、品評会での数等の高評価をもって消費者に、PR し、全体のブランド価値を上げようと試みることが多々、見られる。逆に、ブランドの信頼を重視して、肉質等級を好みに限定すると、 ブランドの知名度を得られるほどの流通量を確保し、づらい。大阪食肉市場での傾向を見ると、主に銘柄牛肉に用いられる和牛巨生牛の肉質等級は、5等級が大きく、比率を低下させる一方、4等級や3等級はその比率を上げており、品質が最高の5等級の牛肉を努力して、生産するより、低い等級でも名の通った牛肉を生産する方が、 市場の主流となってきている。かつて、松阪牛、飛騨牛、佐賀牛などは、肉質等級を補等級に限定し、神戸ビーフは、死亡交雑をナンバー7以上としていたが、2001年、平成13年に BSE 問題や産地、偽装事件が発生すると、2003年、平成15年の牛肉トレーサビリティ法の施行と前後して、現在の基準まで下げた。 2010年時点で肉質等級を小等級に限定しているブランド牛肉は全国で唯一仙台牛だけとなっている。すなわち同胞志向により三大和牛は有名無実となっている。以下に肉質等級で主なブランドを分けて記載する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。